沖縄県立宮古農林高等学校は沖縄県宮古島市に所在した公立の農業高等学校。2008年4月に本校と沖縄県立湘南高等学校とを統合した沖縄県立宮古総合実業高等学校が発足。在校生が卒業した2010年3月をもって閉校した。同班の研究。 宮古の水を守れ土壌蓄積林で環境に優しい有機肥料作りが2004年日本河川協会第三回青少年研究活動賞を受賞しさらにスウェーデンのストックホルムで日本人初の第8回ストックホルム青少年水大賞を受賞した同賞は水のノーベル賞とも呼ばれ世界の青少年を対象に地球規模で水の保全保護及び 水資源管理などに取り組むことを支援する目的で設けられたもので環境工学科環境班は河川がなく飲み水のすべてを地下水に頼らざるを得ない宮古島にて化学肥料による汚染から命の源である地下水を守るため有機肥料バイオリンの研究開発を発表し製造した肥料を地域の農家に普及させ地下水保全に取り組んできたことが評価された 同じ市内沖縄県立湘南高等学校との統合が県によって進められ2008年4月に統合された。ただし、地域住民の反対意見も多く難航した。その理由として、県が2002年から統合を進めてきたにもかかわらず、地域住民への説明会が行われたのは2006年6月3日であり、その説明会では地域住民は聞いたことがない。 三年間も説明会も開かず、今日の説明会で県側は再編統合しますからということは、離島、地域住民の軽視だ、両校とも都の第一次産業の人材育成に寄与している。再編統合すると人材育成ができない、統合反対だなどの意見が出た。ありがとうございます。